ちょっと失敗してしまって、失敗してしまってっていうのは、まあ単刀直入に言うと、やり直しをしました。ではいきます。やり直しをしたのでどう変わっているかというと、まああまり大きくは変わってないんですけど、あえて言うと、ジェームズがこのリフレクトを覚えたのと、テレーズがデタラメ屋を覚えなかったという、これぐらいですかね。あと、若干能力っていうか HP とか、戦闘回数が増えたので上がってます。ちなみにこのゲームは戦闘回数が増えると敵が強くなるので、まあ、それがいいか悪いかっていうのはまた別問題なんですよね。デタラメア、あ、覚えたか。よかったよかった。デタラメア強いんで、ジョバーも本当に。ちょっとこまめにセーブしていこう。あ、ちょっと、ランク上がったな、これ。しかもこれ、あれ、ってよ。あ、ゲットか。上のやつ、多分強いんですよね。あと、ベアが、パーリー覚えない。倒せた倒せた。え、何？あー、こんなのいたな。そういえば強いんじゃなかったかな。いや、もう言葉が出ない。巻き打ち覚えたけど、ちょっときついぞこれ。あ、そっか、皇帝は退却できるんだっけ。あれ、ん、なんで使えない。あ、混乱してるからか。倒せるかな。倒せない気がする。ベアもうなくなり、なくなりっていうか、まあ、LP が減っただけなんで。攻撃当ててよ。全滅かな。素振り率本当に高い。これ勝てないな。しかもジェームズ当てないし。あれ、そっか。ああ、もうそっか。やり直しですね。あの宝箱を開けるなと。勝てないですね、あれは。勝つ方法ある、あるなら教えていただきたい。ベアがね、あれ覚えて、
そうだ、一応薬草渡しとこう。薬草は一応全員、あ、ビアはいいかな。薬草じゃないよ、傷薬だよ。前も間違えた気がするな。まあ、こまめにセーブを。もう一戦一戦セーブしようかな、これ。宝箱どうだ、できるかな。あ、ダメだった。これはさすがにちょっと逃げよう。これは無理だ。これ逃げ側の宝箱になるかな。あ、こっちは大丈夫なんだ。確かここ入れるんですよね。ソーモンの指輪、財宝、宝箱ちょっと気をつけないといけないな。指輪は、レオンに装備するか。あれは開けてはいけない禁断の箱。強そう。うん、弓ってこんなに強かったかな。まあミス多いけど。うん、HP 上がるの嬉しい。何が強かったかって大体覚えてるかな。で、ベアが、あれ覚えないな。あーって、これ絶対どっちかアウトだよな。とりあえずセーブして、これと戦う。あまり戦闘逃げたくないんですよね。戦闘回数増えるんで。手前がアウトだと思うんですよね。奥は大丈夫。大丈夫かな。こっちもね、多分ね、手前がアウトだと思うんですよね。よし、セーブかな。こまめにね、セーブは。うん、この辺りの敵は最初のあれですね。最初のあれっていうか。特に問題なく。数がちょっと減った分、経験値かな、技術点かな、あれが減るのが。
じゃあセーブして、術とかは大丈夫？大丈夫か。そこでミスるか。これはきついんじゃないかな。痛いな、やっぱり。でも暗闇ならないよな、これ。じゃあ相変わらずゼイムがミスるし、ベアはあれ覚えないし、一回使えるのか。でもこっちはね、大丈夫なんじゃないかな。それきつくない？あ、ですか。あ、ダメだった。これは逃げる。勝てない。じゃあ、あっちは大丈夫なのかな。さらにファストマウトっていうのはないと思うんで。あ、術ポイント回復するの忘れた。あ、ちょっと痛いな。で、ベアは全然覚えないな、あれ。うん。多分あれもアウトだと思うんですよね。怖いけど。そっか。違う、持ち物か。薬草じゃないな。術種。これ薬草やったら、持てるのかな？遊びできる？あ、なるほど。セーブして、どっちがいいかな。ゾンビの方がいいかな。あ、これも強いんじゃなかったかな。でも基本みんな強いんですよね。弱い方が少ない。あ、まあ、それはダメだよ。あ、痛い。ちょっと、陣形乱されたの？陣形乱されたのきついな。ベトラメアスか。あーい、ええ。相変わらずミスるな。ちょっとこれは、あ、テレーズが。
けるか。いけばね、セット終了時点で全員消えてほしいんだけど。よし、いけるか。よし、あ、セーブだっすね。LP 結構やばいんじゃない？大丈夫？あ、全然大丈夫か、まだ。うん、術が強い。じゃあ挑みましょう。これ発展内に分かってるんで、わざわざ出向いてきたか。頭を下げてアバロンを差し出せば我が重心に取り立ててやってもいいぞと。うん、息子の敵だ。そんな用事かくだらん。私の力を見せてやったのに勝てる気でいるとは、うん、頭の悪いやつね。うん、アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。動いてるな。なんかそんなにダメージ入らなかったかな。いや、パリーしない、パリー。二段切りの方がいいな。ん？あ、ゼロになったのか。ほんと、ベアがね、全然役に立ってくれないんですよね。ただの壁でしかない。ダメージも弱いし。それどれくらい入る？痛いなぁ。こっちの火力弱いのに。む、これはたまらん。そろそろかな。そろそろあの技を打たれると思うんだけど。うん、本気を出さねばなるまい。ジェラール、はい、ここにおります。お前が次の皇帝だ。お前は個人士と戦わねばならん。だが今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。はいはいはい、はいはいにしたら確か怒られるんじゃなかったかな。はい。であの女魔導士は伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば、死と能力を志していいんだっけ、受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出まかしかもしれん。しかしお前とこの国が生き延びていくにはこの方法に頼るしかないのだ。やつの必殺技ソウルスティールは見切った。この見切りお前に伝えよう。父上、まさかそのために、黒人士と戦ったのですか。あの女ぎつめが知恵をそそのかして。ジェラール、私のことなどトロリに言ったら、ソウルスティール絶対見切らないと勝てないですからね。伝説では七英雄を救、世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あの婦人心には世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎるのか。どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならん。奴らが、婦人士のように残忍な奴ばかりだとすれば、七
知恵を倒さねば世界の統一も日々人々の平穏な暮らしもないと。前は自らの人生を捨てて戦う決意をあるから自らの人生を捨ててはい、よし、高く苦しい戦いになるだろう。だがその決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジラール、私の魂は常にお前と共にあるぞと。サラバーダ、サラバーダって言われるとね、サラダバーって言いたくなっちゃうんだよ。父上皇帝継承、ああそうですね、確かね4人ぐらいから選ぶんですけど、普通は今はジラールしかいないので、はい、この力は、ビクトール様に続いて陛下までも。あ、帝国はアバロンはどうなるのだ。ゴブリンが攻めてきました。不幸につけ込んできよったか。もはやこれまでか。父上お守りください。落ち着け。モンスターの数は、城壁が破られるほどか。いいえ、町を略奪しているだけです。よし、撃って出るぞ。ジェラール様、無茶をなさらないでください。せめて、すぐりものを連れになって。ヘクター、ジェラール様とご一緒しろ。俺様が雇われていたのは、レオン様がいたからさ。ジェラール様なんかに、一応、サバパーつけてくれるのに。理由はないね。ジェラール様がこうやって、じゃあ、この国もどうなることやら。わかった。ヘクターの言うことももっともだ。誰か他の者と行こう。皇帝陛下のご出陣、ご出陣ということで。次、誰か一人仲間加えてから、確かに町にゴブリンがいるので、それを退治しないといけないと思います。